これ買ってよかった。皆さんこんにちは。ハッパーちゃんです。まず最初に紹介するのはモッシュの繊維くじをやってきました。さて何が当たったでしょうか。正解はじゃん、こちらの復刻版のコーヒー牛乳ひたしパンになります。実はモッシュでこれ今度買おうねって話してて、それが当たったのですっごく嬉しかったです。すごいコーヒーの匂いがする。あーいい匂い、すごいコーヒーの匂いがしてすごい甘いです。そしてすっごい低反発でもちもちしています。すごい柔らかい。それでは次行ってみます。次は日本スクイーズセンターに久しぶりに行ってきたので、それを紹介したいと思います。今回はキーブレさんの肉まんと、日本スクイーズセンター限定のアップルチョコのオムレットケーキを購入してきました。せーの、じゃん。あーすごい甘い匂いがする。あーいい匂い。そしてすごい低反発でふわふわしています。すごい柔らかい。これははい、こんな感じのキーブルさんのミニ肉まんになります。触り心地はすごいね、柔らかかった低反発で。そう、すごいサラサラしていてめちゃめちゃ柔らかいんだよね。うん、こちらお値段の方が460円です。はい、ちょっとこんなに柔らかいのに、そしてキーブルさんで460円だったのでこちらを選んできました。そしてもう一個がアップルチョコのオムレットケーキになります。袋を開けるときが一番ドキドキワクワクするよね。うーん、どんな匂いがするのかなとか。あーすごい、なんていうの、すごいリンゴの匂いがする。うん、やっぱアップルチョコだからかな。ここね、すごいリンゴの匂いする。ふんの大好きなリンゴの匂い。そしてこの生地に白い粉砂糖がついています。おー、これすごい低反発でね、すごい弾力のあるふわふわなオムレットケーキになります。あー柔らかい、めちゃくちゃ。なんと今ママがこの厚みを測ってきたんですけど 4.6 センチでした。すごい分厚い。こんな感じですごい厚みがあるオムレットケーキです。なのですっごい触りごたえがあります。そして次はじゃじゃん、三宝石で購入したものになります。ちょっ、このゴム、このゴムと、もう一つのゴムと、あとはしのちゃんにプレゼントするこのキーホルダーになります。これはモコモコがついてるゴムになります。はい、ちょっとあったかいような感じ、ふわふわしたゴムを選びました。これはね、一つね120円ですごく安いので購入しました。そして色違いです。こっちの色を選んだのはママで、紫を選んだのはしのちゃんです。しのちゃんに購入したのがじゃん、はい、こちらのセモンスターがしのちゃんが好きで、そしてこれはネックレスではないんですが、こんな感じのキーホルダーになっているので、こちらをお土産で購入しました。しのちゃんはセモンスターのネックレスを結構持ってるんだよね。うん、
ぶら下げてんだよね。よくこうやってやってね。だから後でこれをあげよう。うん。そして最後は ACDC ラブで購入してきた洋服になります。こちらは前にもこのお店で買ってきた T シャツをよく着ているんですが、チョココラノです。今回は違うバージョンの T シャツを選んできたので紹介したいと思います。せーの、じゃん。こちらのアイスの T シャツになります。ちょっと色はね、落ち着いた色にしてみたんですが、カラフルなアイスがたくさん書いてあるのにしました。それではさゆちゃんに今から着てもらいたいと思います。はーい、いくよー。はい、こんな感じになります。では一回りしてもらいたいと思います。T シャツを持っているって言ってたね、うん、お揃いな T シャツになりました。はい、もしよかったら皆さんも ACDC ラグに行ってみてはどうでしょうか。すごい可愛い洋服がね、いっぱいあるのでおすすめです。それじゃあいくよ。それではバイ。チャンネル登録はこちら。あっちの動画を見てね。また見てね。バイバーイ。